くの技術が習得でき、その活躍する場所を提供していただいたことにより、たくさんのお客さん、そしてたくさんのスタッフと出会えたことです。センスがいいスタッフが多いことです。例えばカラースタイルやセットスタイルが得意のスタイリストがいて、常に研究、互いにアドバイスし合い、それが好循環となり、またさらに良いスタイルが作れていることです。そのおかげでこの地域エリアでかなり高評価をいただいております。他人の存在価値を認めてあげることと、人に対して常に感謝の気持ちを持つことが重要だと思います。例えばありがとうというポジティブな意識が最も重要ですね。だいたい2年で慣れるマニュアルがあります。あとは本人がもともと持っている素質、センス、そして意欲と、あと努力で変わります。自分の夢よりもスタッフの目的や夢を叶えてあげたいという思いの方が強いですね。強いて言えば、将来結婚したり独立したりとか、それぞれ進む方向があると思います。関わったスタッフのいろんな成長、そして変化を感じ、時には助言したり、それを見守りながら過ごしたいですね。